で、高橋はじゃあ高橋は、去年もまあ3勝ぐらいしかしないんですけど今年は、12、3勝する力ありますよ去年の3勝って何が悪かった、まあ、うまいことはその、まあよく言う点が入らなかったとかなんか言われますけどまだそこまで力もなかったと思うんですよちょっと肩のスタミナもなかったんですけどある程度のその力がついていたんでね今年は一気に12、3勝あわよくば最多勝争いに来るぐらいの力ありますよあのまっすぐの威力、あの馬力がすごいですじゃあスタミナもついたっていうこと僕が1年目にあのコーチやってる時に1年目の今永のまっすぐ見た時にびっくりしましたよ、うん、久々にいいまっすぐ見たと、うん、それに匹敵するのまっすぐ来ますあそう、はい、打者ではなんかいないのなんでそのいやいや、それじゃないポッと浮かぶようなでもまあ自分がバッターやからってねいやいやいや、そんなことはないそんな3人やめろってバッターでいないのでそういう質問はないよはい、お願いしますお願いしますの片岡さん、はい、今日はデッドボールについてお話伺いたいんですけど片岡さん、何回ぐらい当てられたことありますか僕ね、はい、多分相手は僕足遅いから当ててもこれ走らへんから、はい、と思ってもったいない思ってね、うん、めちゃ少ないんですよ僕15年でね、はい、25回しか当たってないんですお25回これってめちゃくちゃ少ないんですよ1年に1回最高4回、うん、だからね1年2回当たってないんですよ少ないもんですねめちゃくちゃ少ないと思いますし、うん、やっぱちょっと僕コントロール悪いピッチャーにはちょっと、逃げることを考えてましたもん試合中にですかそんなそのコントロール悪いのに踏み込んでいく勇気がなかったんですよ、うん、すごい先輩にね、はい、言われたんですよ、片岡はプロでなと練習で怪我するやつはバカだともう3冠も取られた方にねあの人ですなってプロはなって試合で怪我するのはしょうがないんだよって、はい、練習で怪我するやつはバカだとそれはすごくね僕の中で重たい言葉があってバッターで打つだけじゃないんだと、逃げることも練習だとうんいうことをなんか言われてね、はい、それは確かに試合に出ないことには成績残せないんでね、うん、だからそこはある程度ちょっとこうあこいつちょっとこう抜けて、まあ、左ピッチャーだって抜けてくるっていうんですね、はい、やっぱそれが一番当たりやすいんで、うん、その時はやっぱちょっと逃げる準備逃げるのも、はい、絶対こう逃げて胸出して逃げて大怪我するんで、はい、こういう逃げ出しなきゃいけないんです、こっちはやっぱ強いじゃないですか、それはいつも考えてましたよあのデッドボールってピッチャーが悪いのかキャッチャーが悪いのか、まあ、時によって違うんだと思うんですけど昔はね、はい、当てられたら当て返すみたいな怖いいやいやそれはもう当然ですよやられたらやり返すそうそうそ う昔はもうクリーンアップがね、はい、決して恋ではないんですけど、うん、恋とか恋じゃないは関係ないんです、やっぱ当てられたら今度はやっぱりこっちも一発いっとかなあかんぞみたいな、うん、それがなんかこう投手野手との信頼関係につながるんです、はい、プロ野球って、ね、すごいですねいやこれは本当にね冗談ではなくて、お前考えみたいな、うん、そんなのありましたよだからどっちが悪いっていうんじゃなくてそれも一つのチームワークだったんですよ、はい、それも込みでですかその代わり、はい、頭はあかんよと頭はあかんよとベルトからしたよというふうな暗黙の了解はありましたよすごい了解ですねだからまあそれは一つやっぱりそれでこう逃げ方っていうの、やっぱ大怪我しないような逃げ方っていうのも、うん、プロ野球のバッターの一つの技術やと、うん、いうふうなことも教わりましたけどね大切ですよね、うん、怪我したらね本当に大変ですやっぱ大怪我になります、まあ、骨折れたらもう1ヶ月2ヶ月あかんから、はい、だからピッチャーが悪いとかキャッチャーが悪いとかっていうのはないと思うんですよない、うん、ピッチャーキャッチャーだって、はいまあ、昔当てるのサインもあったと思うけどそんなサインあった最近はそのサインないと思うんですよあったらやばいんですよねで最近はもう日本代表なんかできて、うん、ほとんどそういうふうなことが乱闘見なくなったでしょ なりましたねそうですねだから最近見てると当てられて怒ってるシーンってほんま見なくなりましたけどうんやっぱりどっちが悪いというか手元が来るのはやっぱピッチャーやろねああそうですねうん、まあ、だからピッチャーだって当ててしまってちょっとおかしくなるピッチャーもいるわけよああもう動揺しますよねやっぱりそれが自分の脳裏から離れなくて、うん、トラウマになりますよねそうそうよく言うイップスというふうな状態に陥る時もあるし、はい、みんな人間なんで、昔は平気で当てたけどねそんなような根性がある人はもう最近昔はまだ行政おられない、はい、だからそれは最近のもんないからねうんだから勝負も、はい、そのホームベース板の上だけの勝負、えーっていう風なに変わってきた気がするね、はい、片岡さん当てられた人とか覚えてます
か、恨んでませんか、もうこいつに当てられたみたいな。あのやっぱりね、はい、やっぱよく当たる投手っているんですよ、はい、だ決して狙ってはおられないんですね。もちろんそうですね、わざとじゃないですけど、あのめちゃくちゃよく当てられたピッチャー覚えてますよ。覚えてますか。たまにやっぱりそういう方とね、はい、例えば、まあ、オールスターであったり、ね、昔はそのパリーグ東西対抗っていうのがあったんですけど、はい、そういう時にあの一緒だったりするじゃないですか、はい、こっちもなんかあんまり嫌やから、はい、こう近くに寄らないようにしてるんですけど、はい、たまにばったりこうトイレでバッと割ったりする時あるじゃないですか。ありますね。その時に、あ、なんか悪いないつもみたいなこと言われると、はい、いえいえって言って、おでもね、はい、そうやって謝られてから、うん、僕その人めっちゃ打てるようになったんですよ。なんでしょう、その心的変化。でもやっぱり、はい、勝負ごとに情入ってあかんってことなんですよ。やっぱりこっちは怖いわけですよ、当てられてるからね、はい、その分踏み込みが弱くなるわけです、はい、でそれを向こうがそうやって言ってこられたんで、はい、こっちはちょっと優位に立てるわけです。今度は精神的に優位に立てたんですね。向こうがやっぱり悪いと思ってるんだなと、はい、ほんなら当てないように投げてくるじゃないですか、はい、ほんならもうないやろと思って僕はちょっと踏み込めると、ほんとはそのちょっとの勝負なんですね、バッターとピッチャーって。だからそういうふうな、はい、まあ、上位とか優しさが入ると、勝負って負けるよなってことをね、はい、僕ら2年目かな、そう感じたことがあったんですよ。で当時は今みたいにね、はい、あのここにみんな今つけてますやん、そのガード、うん、はい、とか橋の上の自宅余計、はい、まあ、そんなもんそんなにまだ普及してなかったし、あれつけたらファーストで走りにくいとか、そんなお前あの弱み見せるなみたいな男ならお前何怖いんかみたいな、ボールそういうこと言われてたんで、はい、まあ、あとはかなりねそんな変わりましたけど、変わりましたね。まあまあだからどっちもその年が悪いとかいうのはあんまりないと思うんですね、じゃあそんなに個人的にもうなんかこの人恨んでるみたいなエピソードも片岡さんお持ちじゃないですね。僕はないですね。片岡さんは昔はでもやっぱりね当てられたら、はい、やっぱキャッチャーを当て返すみたいな。キャッチャーを当て返す、まずそのやっぱりそのキャッチャーがサインをインコースに出してると、際どいところで、昔はバッターでも処理に構えたらキャッチャーを見たわけですよ、はい、どういうこと。それはあかんぞと思う、はい、でみんなビデオ見てね、あのボケ俺の後ろに構えとれないみたいな。で結構一番近いわけじゃないですか、キャッチャーと、うん、はい、ほんなやっぱり昔だったらね、お前コロナ回ってやがってみたいな、 お前今度当てたらお前言ってるからなみたいなことを一番近くやから言うわけじゃないですか、バッターが、はい、でそれでもやっぱりね負けずに、その踏み込んでくるキャッチャーの人ってのはやっぱすごいですよね。またこれピッチャーの方にお話聞いたらまたちょっと違うご意見もあるでしょう ね。多分僕らバッターとまたそのピッチャー、またキャッチャーの方の意見で違うやろね。違いますでしょうね、きっとね。きっとピッチャーの方も相当トラウマに、でもそのままプロ野球で生き残っていこうと思うと、はい、そのコントロールがいいっていうふうなよく表現するじゃないですか、はい、あれは何もアウトコースのストライクゾーンのコントロールがいいんじゃなくって、そのバッターの近いところ構えて、はい、その構えたところからホームベースまでのボールゾーンがありますよね、そこをうまく使うピッチャーっていうのがやっぱコントロールがいいと、勝てるピッチャーっていうんですね、はい、やっぱこう開かして開くってことは肩が逃げるってことですから、アウトコースは遠く見えるわけですよ、はい、そうやったらホームベースが広くなってくるじゃないですか、うん、そうすることによってそのバッターの調子を狂わすので、みんな昔とにかく打たれたらこのインコース攻めて、はい、開かせろって言ってましたよ、でインコース攻めろとりあえずそのよく当ててしもたりしたことはありましたけど、はい、バッターもやっぱそのね当てられてるってことは認められてるってことだったんです。ああ逆に、だからそれをやっぱり踏み込んでいく勇気、うん、やっぱり今度それを超えると今度も当てられなくなるんですよ、逆に超えると、いやもういい選手になると、うん、昔だから例を挙げるとイチロー選手なんていうのはね、はい、リハーシブめちゃくちゃ当てられたんですよ、うん、インコース攻めろって、はい、でも一度の偉いところは絶対踏み込んできました、逃げなかった、うん、そこからもう一度には当てれなくなりましたよね、あくまですごい選手になったから、そんなもんで、はい、そこの境目でやっぱりちょっと腰が開いてね、開くのが早くなって打てなくなった選手たくさんいるんですよ。それも自分ではね踏み込んでいこうと思ってるんだけど、ビデオ見たらうわ開いてる逃げてる俺こんな踏み込んでいってるのにこんな開いてるやんけってことはすごくよくある。そこをどう乗り越えていくかによってどんな選手になっていくか、また、うん、そうそう、みんなそういうふうな、まあ、一つの大きな壁っていうかね、はい、あのまあ、レギュラーとか、その一流選手とか、サマリバッターとかになる、うん、そこはとあの乗り越えなきゃいけないところってあると思うんですけど、うん、昔は一つその、ね、インコースに対しての恐怖感、はい、みんな怖いんだけど、それをやっぱりなんとか怖いんだけど踏み込んでいくんだっていう風な割り切りとか、勇気がないと、なかなかやっぱりいい成績残らなかったです。だからやっぱりね、特にキャッチャーなんかやっぱ当てられたキャッチャーよく覚えてますし、はい、まあ、それではこっちも聞けへんみたいなね、うん、今度当てられたら今度は変な言い方
ダブルプレーの時にね、はい、二遊間の時に、今はもうスライディング禁止ですけど、こうゲッツ潰しに行くようなね、つまり激しいスライディングをしたり、はい、ただその激しいスライディングをこうカバーしてゲッツ取るっていう二遊間も一つのまたプロの技だと思うんですよ、うんはい、みんなこう、うん、あの当てられたらカッカしてるから、うん、そういうスライディング来るって分かるわけですよ、はい、今度はそれをやっぱりプロやからカバーしてファーストにしっかり投げるというふうなところで、その二遊間のレベルも上がったんですよ。いや怖い先輩なんかお前これは下から当てたのからなこっちが逃げてましたから、本当ですか。それぐらい皆さんは個性強かったですよ。濃かったですね昔は。だからそれぐらいあのそうやってなんかこう鍛えられたっていうんですか、そういう厳しい野球の中で、そういう先輩方を見て、はい、あプロ野球ってこう職業やと、はい、これで飯食うんだと、おこれ金儲けするんだと、いうふうなものを僕たちが入った頃は、はい、教わりましたけどね。だいぶまた言われて話がずれましたからデッドボールから、うん、非常に話が膨らんで勉強になりました。いやいや、それほどやっぱプロ野球は厳しいんでね、うん、今年もまたあの144試合 ね、またあのもちろんプロの技と、はい、そういうやっぱり皆さん見てるそういう中にもそういうようなこともあるというふうな駆け引きがね、そうそう、うん、またさてプロ野球をね、はい、行っていただきたいと楽しみですね。はい、